高野直子は日本のテレビプロデューサー。朝日放送東京支社東京事業メディア室所属のプロデューサーで元同局アナウンサー。東京都葛飾区出身で血液型は B 型。身長は156センチ。幼稚園から高校までを私立白百合学園で過ごし、慶応義塾大学文学部を卒業。大学時代はチアリーダー部。のっ子であり。 クリスチャンである。1997年、朝日放送に入社。アナウンサーの同期は、赤い玉を、橋爪優子。入社後は、テレビ、ご機嫌。ブランニュ、上沼恵美子のおしゃべりクッキングのナレーター、虎版のナビゲーターや、ラジオ、高野直子のほっこりサンデー等のテレビ番組、ラジオ番組に出演していた。ジカちゃんの愛称で知られた。2006年4月より、 病気療養のため休職していたが、2006年8月21日放送分の、ラジオ、元気一番、足沢誠ですがいの、ABC 朝日ニュースより復帰した。雑誌、ブブカの2007年6月号は、朝日放送のホームページから取得した、高野の顔写真を、全く別の女性の猥褻な写真と合成した虚偽の記事を掲載した。 これに対して高野と朝日放送は2007年9月、当時の出版元のコアマガジン社を名誉毀損と、著作権法違反の疑いで、大阪府警に刑事告訴した。同年10月末、人事異動によりアナウンス部を離れ、東京支社東京事業メディア室勤務となった。2008年3月より、評判、中村屋のプロデューサーに就任した。不定期で、 同局制作のショッピングスペーシャル番組のナレーションを担当することがある。これは同期の赤江玉夫と後輩の山本萌奈と田中花子の退職、羽貝直子が別部署に移動し、手薄になっているため。2009年7月8日、朝日放送ラジオ、柴田、桜井、すと、ものすらすら水曜日の放送中、高野の結婚が決まったと、柴田博士アナウンサーが発表した。 お相手も、慶応義塾大学出身者であるとのこと。2011年に出産。朝日新聞2007年9月7日、毎日新聞2007年9月8日、コアマガジン社は、掲載写真が、高野穴と関連がないことや、解説記事が事実と異なることを認め、2007年11月30日発売の、部部下1月号に、お詫びと訂正の広告を掲載。 ブブカは2012年11月号から、白夜書房へ出版元外交。ありがとうございます。